この福音を聞くと、三条の説教すべてを聞くと、一つの質問が自然に出てくるね。なんで私は牢屋に入れられていないの、今日。なぜ？私は何回も何回も訴える人と歩んでいるでしょ。ある一年間、ある二年間、ある十年間、奥さん、主人、あるいはその仕事の仲間など、けど全然和解をしようとせず、全然自分が正しい、自分が唯一な正しい方であると思う。どうしてまだ牢屋に入れられていないの？それ大きな神秘です。大きな神秘です。一つの答えしかないんです。イエス・キリストはこの福音を完全に実行しました。彼が私の代わりに牢屋に入れられていた。彼が全てを払った。最後のクアダンスマイルまで払ってくれた。けど私たちが一つの危険をにぶつかっていますね。一つの危険があります。この憐れみ、この慈愛を忘れること、キリストに現れた神の憐れみを軽んじることは、イスラエルの民がエジプトから解放されて、40年の間に導かれて、いろんな罪を犯したりすると、けど神様がその民を約束された地まで忠実に導いてくれた。約束された地に入る前に神様がただ一つのことを言いました。あなた方はこの地に入ると、私の憐れみ、私の無償の愛を忘れてはいけない。忘れてはいけない。自分でここまで来たと思ってはならない。そして民の偶像と契約を結んではいけない。神の憐れみを忘れない。忘れたら死ぬ。だから私たちがいつ死ぬかわからない。これもあります。いつ、今日、明日、20年後、わからない。今の時代はその面にものすごく、不安です。認めない。私たちももしかしたら認めないけど、神の憐れみを忘れず、今日この基準節の間に私に訴える人がいますか？私は無償で何十年の間憐れまれた。何十年の間私が訴えるキリストが私に対して憐れみを持ってみに対して、で、今年こそこの人と和睦必要があります。和解する時間が来ました。今年、なるべく一日も早い。私たちはできないね。私たちの義はファリサイの人々よりも優れた義ではない。けれども、深いのところでは、神の義を感じて経験した人々は、もう自然に同じ義で全ての人々を見て愛する。この義を忘れないように、この神の義、十字架に現れた神の憐れみを深く経験するように祈る必要がある。祈る、祈る。主よ、憐れんでください。主よ、憐れんでください。主よ、憐れんでください。この憐れみを経験することによって、今年ずっと前から恨んでいる人と和睦することができます。これは天国の味見、死と復活の神秘の経験です。